福岡西中洲、レストランローブランシュのシェフの城水哲平です。ミニトマトの、ケーキサレの作り方をご紹介いたします。パーティー用のフィンガーフードなどで使っていただいて、味わいはピザのような味なので、今日はミニトマトを乗せて、仕上げてますけど、上にチーズを乗せていただいたり、例えばベーコンだったりチョリソーだったり、乗せていただいて、アレンジはいろいろできるかなと思いますので、楽しんでいただけるようなケーキサレになっています。はい、ミニトマトのケーキサレの下準備をご紹介いたします。粉類ですね、アーモンドプードル、塩、薄力粉、ベーキングパウダー、チーズ、こちらすべてふるいにかけてふるった状態になっています。でボウルで準備しております。それと、こちら今日使うパプリカは、種を取り除いて、その後小さめのカットにしております。こちらミキサーで回る程度でいいので、そんなに大きさは出なければ問題ないです。はい、それでは分量のパプリカと、トマトのピューレ、蜂蜜をミキサーで回していきます。すべてミキサーの中に入れてください。蜂蜜ですね。そしたら回していきます。途中何度か、回ってない部分があるかもしれないので、全体をまたなじませながら再度回していきます。で今回パプリカは湯むきなどはせずに、そのまま皮ついた状態で、一緒にミキサーにかけてます。こういった感じで、ピューレ状に全てがなったら大丈夫です。先ほどのトマトとパプリカのピューレと、あとは卵白を、ふるった粉と合わせていきます。卵白入ります。混ぜるときに真ん中をくぼませて、少しずつ混ぜていくと混ざりやすいです。ピューレは、少し粒が残っていても大丈夫です。ゆっくり中から外に向けて混ぜていきます。はい、こちらで粉と、ピューレが全部混ざりました。はい、ミニトマトのケーキサレのバター、こちらは分量少し温めて溶かしておいてください。まあ、人肌程度で大丈夫です。はい、先ほどのベースに溶かしたバターを3回に分けて加えていきます。少しずつ加えて、しっかりと混ぜてください。1回で入れるとどうしても、水分と、ここに入ってる水分と、油が乳化しづらいので、少しずつ混ぜることでより乳化しやすくなります。しっかりとバターと混ざりました。しっかりと混ぜ終わりましたら、こちらを冷蔵庫に入れて半日ほど寝かせてください。半日寝かせた生地がこちらになってます。絞り袋に入ってます。で今日は小さな、タルト型に入れて焼き上げます。型に生地を流したらミニトマト、こちらを半分にして中に乗せていきます。しっかりと押し込むように乗せてください。こういった感じで乗せてください。はい、では、170度のオーブンで、8分、その後ひっくり返して4分、計約12分ですね。オーブンによって違いがあるので、目安にしてください。はい、では焼き上げます。こちら、焼き上がって粗熱が取れたものになります。型から外して盛り付けていきます。割と型に油を塗ってるんで、そんなに取れづらいっていうことはないんですが、少しこうちょっと隙間にナイフを入れていただいて取ると綺麗に取れます。
こういった感じで取れます。そしたら盛り付けます。こちらバジルですね。バジルを上にあしらって、ちょっと食べた時にバジルとトマトの香りがするようなイメージです。でもし、これ分量外ですけど、お好みでオリーブオイルなどかけていただいても大丈夫です。こちらで完成です。